ばほらやっぱり被り物だったさあで、あ、出るぞ本当の顔、うわ、うえって、アスバルを私の魅力でメロメロにして、ひざまずかせてやる。まあ、頑張れフライパンで受け止めやがった。もう二度と私の目の前で大事なものの命を奪わせたりはしない。僕はもう逃げないよ。あなたは王として生きることを初めて自分の意思で選んだのね。お前が大魔王になれ。いやー、ストルティアもな、話の中に入ってくんだよな当然だけど。いや、なんかさ、ずっと魔界の話だけだったからさ、魔界の外に話が広がるのなんか初めてだよ。なんだこれ、いらね。さて、オーディスもお前記憶改ざんされてる系か。アスバルだろうな。いかがですか、アスバル先生。代々のベリナード王位継承者にシーカを伝えてきた。シーカの遺跡のご感想は。あれあれ、オーディス王子声入ってるまるで夢のようだよ、うん、歴史書に記されたこの素晴らしい場所を自分の目で見ることができるとは、うん、なんか教わってる方じゃない、アスバル。お前、あとお前意外と似合うな、ウェディ。おい、来ちまったぜ。いや、久しぶりじゃないか我が親友よ。ちょっと待って、あれこの声、ちょっと待って、オーディスの声誰だ。あ、違った、石川カイトだ。はぁ、石川カイトか。うん、すげえ。お前、そっか。僕の故郷の友人をオーディス王子はご存知だったのですか、うん、不思議な偶然もあるものですね。違うんだよ、アスバル。俺はこっちの人間なんだよ、もともと。なんと、二人が知り合いだったとは、うん、アスバル先生は高名な歴史家で、うん、今は僕の家庭教師をしてもらってるんだよ。へえ、そうなんだ。そうだ、うん、積もる話もあるだろうから、うん、しばらく授業は中断しましょう。はい、僕はその辺りを散歩してきます。お前、授業ってアスバルが習ってんじゃねえか完全にオーディス王子、お前かわいそうだな。もっとやることあんのに、お前なあ。お疲れ。で、君がアストルティアの出身であることは知っていたけれど、あ、知ってたんだっけ。まさか僕に会いに来てくれるなんて。うん、おいさ。でもどうしてここが分かったんだい。お前の部屋にぐーたら寝してたやつに聞いたんだよ。ぐー寝してたやつ。ヒューガーリンベリーから、追放されたアスバルを連れ戻すよう頼まれていることを伝えた。オジャロスおじ上が僕を追放しただって。ああバカな、あの人は母とは違うよ。あ、やっぱ母のことはお前やっぱ嫌いだよな。ベラストル家のお嬢さんはひどい勘違いをしてるようだね。うん、おじさんこそが僕を救ってくれたんだから。そうだよな、あのおじさんだっていい人だもん。あの対戦で心底思い知った、うん、母が愛したのはゼクレスの映画だけ。うん、僕は母にとって道具でしかなかった。いや、そうだよな、かわいそうだよ。僕の悲しみを分かってくれたのはオジャロスおじさんだけさ、うん、あの人は昔からとても優しいんだ。いや、よかったな、一人でも心を分かってくれる人がいて。のアストルティアに来たのも、うん、少し国を離れて気分転換したらどうだとおじさんが勧めてくれたからさ。うん、でもよかったと思うよ。アストルティアは素晴らしいところだね。俺が案内しようか。自由で、うん、平和で、うん、心から来てよかったとそう思うよ。でも一昔前とかね、まあ なんだったら最近もだけどさ、戦争が起きてたり起きかけたりとかしてたんだからな、ものすごい平和ってわけではないんだよな、うん、もはや魔界に未練はない。僕はアストルティアで生きていくよ。じゃあ俺が案内してやれよ、お前。悪いけど、うん、オジャロスおじさんに、うん、二度と魔界には帰らないと伝えてくれ。まあいいけどさ。え、どうしたどうした。何、オーディスおじ。おっと、うん、僕が魔族だということは
うん、くれぐれもオーディス王子には秘密にね。了解、任せて。口裏を合わせるよ、ちゃんと。では、この髪も懐かしいな。しましょう。うん、お前授業で何を語る？ベリナード王家には恵みの歌、導きの歌をはじめとする様々なシーカが伝えられていますが、シーカっていうの？シカじゃないんだ。へえ。その歌の原点は遥か神話の時代、うん、儀式の中で歌われた古き祈りの歌とも言われているそうです。へえ、そうなんだ。そういえばアスバル先生の故郷にはどんなシーカが伝えられているのですか？ぜひ僕にお聞かせください。あ、それそれ言ったらまずいんじゃない？マスクの姿に戻っちゃうんじゃない？あれでしょ、あのおじさんのとこにあったやつでしょ多分。それでは亡き母が愛していた古い歌を。それダメじゃない？なんかの呪文なんじゃないの？大丈夫か？果てなき空、果てなき時、うん、巡り巡る千の星。やっぱこの詩か。一つの花、一つの声、うん、地に満ちる千の命。うん、移ろう空、過ぎゆく時、花が枯れ、星が消え去ろうと。なんか辛そうだな、読んでて。星が消え去ろうとも、君に。うわ、辛いな。花が枯れ、星が消え去ろうとも、君に捧げしこの心変わらず。お前ちょっと近い、お前近い、ダメだ、お前ダメだ、ディスタンス、痛い、お前やめろ。お願いだ、教えてくれ。剣を振る。どこでこの歌を知ったんだ？おじさんの部屋だよ。ああ、お前やってはいけないことやったな、俺の目の前で。この歌は、うん、ゼクレスのお城で聞いたのよ。そうだよ。うん、オジャロスさんの部屋に置いてあった水槽の中の魔物がこの歌だけずっと口ずさんでいたの。あれ、その魔物ってお母さんなの？まさかだよな。嘘だ。あのお母さんまだ生きてんのか？オーディス王子、休養ができましたので今日の授業はこれで終わりにします。うわ、どうしたのです、アスバル先生。うん、お体の具合でも？いや、これはもうね、僕は故郷へ帰るよ。分かった。どうしても帰らなきゃいけないんだ。でもお前の手でってのはやめとけよ。お願いだ、うん、君たちもゼクレスに来てくれ。うん、オジャロスおじ上の元で会おう。分かったけどお前がその役目をすんなやめとけ。俺に任せろ。待ってください、アスバル先生。お前、オーディス大丈夫か？事情はよくわからないけど、うん、アスバル先生が心配だ。せやな。先生のことは僕から母上に伝えておく。うん、君は先生の後を追ってくれ。うん、頼んだよ。分かった。多分決着つくんだろうな。そうなんだろうな。これでお母さんがもともといい人だったってなったら俺嫌だよ。アスバルはいるか？うん。おっと。ん？何？リンベリーか、また。またか、お前。うん。何この道具。すげえな。やっと魔界へ帰ってきたわね。なんだよ。ほんと。あんたってばノロマなんだから。イルーシャとデートしてたの何が悪いんだよ、お前。何？ごめんなさい。やめて。殴らないで。魔王アスバルはどこ？ねえ。ちゃんと連れ戻してきたんでしょうね。やめて、殴んないで。怖い。俺のキャラもちゃんと同調してる。怖い。ここ、うん、オジャロスさんの部屋で会おうって言ってたわ。そうだね、お前。おっと、まずはその性格から。よくやったわ。褒めてあげる。ちゃんとかがんであげる。
私についてきなさい。イルシャ行こうぜ。いやあ、だめ、ま、我慢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 、落ち着け落ち着け、この右手を押さえろ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 。いや、いや、いや、シリル、いいえ、魔王アスバル様、ベラストル家当主リンベリーがお見舞いに参りました。いや、俺が先行った方がいいんじゃないか。まずいぞ、これ大変だ。なんかすんごい光景見ちゃうんじゃないか。大丈夫か大丈夫か大丈夫か。ああ、おお、うおっと、なんだ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 、どうしたどうしたどうした。君たち、すまないが帰ってくれ。どうした、ね、やっぱここの水槽にいるの。やっぱどうして、あなたがここに来てって言ったのに。そうだよそうだよ。はあ、うん、あんたたち、いつの間にそんな中に。そういうことじゃねえよお前バカが。イルシャ様、俺だよってよ。どうした、オジャラス。おやおや、若いお嬢さんたちに随分人気なんだね。ちげえわバカ、ちげえわバカ。うん、なんだよ。ベラストル家のお嬢様とそちらは、うん、おお、魔性の巫女殿でしたな。皆様ご機嫌うるわしゅ、うん、俺は俺彼女たちは僕とは関係ありません。え、なんだなんだ、どうしたどうした。いいと思う、うん、え、なんでどうしたの、いきなり。え、先ほどご相談した通り、うん、ゼクレスの王位は叔父上に譲ります。うん、ですからこれ以上他人を巻き込むのは。他人巻き込む、なんだ。王位を譲るですって、どうしてそんなバカなことを言い出すのよ。バカじゃねえんだよ。王家の血を引いていないオジャロスには王位継承権は存在しないはず、うん、そもそもあなたが生きてるのにどうして。違うんだよ、アスバルはやりたいことがあるんだよ。とにかく決めたんだ。王位はオジャロス叔父上に譲り、え、僕はゼクレスで一生を静かに送ると。え、ゼクレスで、なんでアストルティアでじゃないの、なんでだよ、なんでなんでなんで。行きましょう叔父上。え、王位交代の先生の日取りについて臣下たちを集めて相談しなくては。お前なんでコロ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 変わるな。そうだったね。お前オジャロスなんかちょっと、え、なんだなんだなんだ。え、さてさて、お嬢さんたち、我々はこれから大切な用があるのでね、今日のところはお帰りいただけませんか。俺は見えてないのか、お前に言われなくたって帰るわよ。二度とこんなとこ来るもんですか。いや、え、なに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 、なんだよ、なんで。返してもらうわよ。なんだよ、お前。リンベリーはヒューガからシモブラの赤ちゃんと。なんだよ、寝返されてもこっちから。たぐ。なんだよ、それ。俺も使わせる、その技。たぐ。ねえ、そのせいちょっと怪しい。もうなんだよ、お前。操られてんじゃないの、オジャロス、お前。やめろ、やめろ、やめろ。追い出すな、追い出すな、追い出すな、追い出すな。なんだろうな。魔性の巫女殿、それではごきげんよう。俺はなんで、俺大魔王ぞ、わし大魔王ぞ。お主分かっとるのか。わし大魔王ぞ。アスバル、何の説明もなしにそれダメだよ。なんなん、あ、おナイスじゃん。ナイス。え、なんて書いてる？アスバルは別れ際にヒューガにメモを渡していった。僕の店の大きな箱の中にある書物。ん？古秘術大全4巻の11章の内容を実行し、店まで戻ってきてくれ。はあ？どうしたんだろう？
アスバルの店って、うん、城下町にあるあの骨董品店、うん、六大陸堂がそうなのね。そうだね。行ってみましょう。分かった、行ってみようぜ。アスバルはなんか裏があるな。何かの思惑があるんだね。アスバルのメモを手に入れた。なんだ、うん、あれもうこれ城に入れねえんじゃね。入れるに入れるか。じゃあ行っか。さあ入ったはいいけども、え、何があるんだ。ここでなんだなんだなんだ。これはもう元通りだもんな、この地図は。何かあんのか。あ、あれか、本棚か、本棚か。待って、本棚、これ?あ、色鮮やかな表紙の本が置いてある。あー、とりあえず誰かの日記のね。彼がこの国を去ってからもう随分経つ。今頃はもうアストリティアへ渡り。あー、美しく。その目に焼き付けているのだろうか。なぜ何も言わず。あー、そういうことか。あー。なんかどっかからなんか音がしたな。ん?気のせいか。うん。え、ちょっと待って待って待って。どこだどこだどこだ。え、どこだ?待って、どこだ?違うな。あれ?本があるみたいな言ってたよな。違う?これか?あ、大きな箱の中に売り物がひし、あー、奥に古びた表紙の本が見える。どうやらアスバリに頼まれたの、この本のやつ。おー、読んでみた。古秘術大全4巻11章、魔術の鎖により精神を縛り、思いのままに奴隷として刺激する忌まわしき秘術がかつて存在した。だが、ん?何?古き秘術?で合ってるか。呪縛の術は大魔導士リドにより破られ、歴史から姿を消してしまったのだ。大魔導士リドにより呪縛の術の使い手は一人残らず滅ぼされ、奴隷魔族たちは解放された。あ、そういう、え、そういうことがあったのに、いまだにまだそういう、なんだろうな、虐げるものと、まあでもそれはまあ世の常だけどさ、あるんだな。大魔導士リドはすでにこの世を去ったが、再び呪縛の術を使う者が現れし時、己の力を授けてくれると。これって呪縛の術ってお母さんが使ってたやつでしょ。はるか、魔言都市ゴーラ後の北東に存在する朽ちた霊長大魔導士リドの墓所に呪縛の術を打ち破る力は眠る。あ、マジか。解放の言葉はリドよ、目覚めよ。朽ちた霊長にてこの言葉を唱えれば道は開かれる。あー、なるほどな。なんとアスバラの目も跡形もない。あ、証拠隠滅した。魔言都市ゴーラ後の北東にある朽ちた霊長でリドよ、目覚めろ、あ、目覚めよと言えばいいのかな。行ってみましょう。わかった、行くか。じゃあアビスジュエルでここだな。ここでリドよ目覚めよね。リドよ目覚めよ、リドよ目覚めよ。これでいいんじゃね。うい、お、開いた。なんと扉の方向出された封印が消えていく。よっしゃー。待って、これは、あ、これで中に入れるんだな。うん、これはなんだろう、この石板、石板ってか石は。我が遺産を欲せし者よ、石碑の前にいて周囲に聞こえる。ああ、なるほどな、そういうことだったんだ。なんかこれ拳に見えない。あ、そんなことない。あ、そんなことないか、ごめん、嘘。じゃあ入ってみよう。え、ここで大魔導士リドっていうのなんかまた重要人物なのかな。で、あれ、なんか面倒くさそうだぞ、ここ。なんだこれ。ん、トルボードは乗れねえな。これなんだ。大魔導士リドの遺産はここにあり、何時我が遺産を求めるならば、霊長の奥、ん?神妖に眠る我のもとへ来たれ。え、これ、パズルじゃね?パズルだな、これ。待てよ。多分このままじゃ、いけないの?いけたね。いけたな。え?待て待て。じゃあ、こっちに乗れば帰れるんだな。なるほど。待て待て待て。これ、行く前にちょっと、隣の部屋とかあったけど、これなんだろう。隣の部屋はなんだ?なんかあるよな。え?広くない?これ。何これ?地下2階に繋がってる方と地下4、あ、地下4階の方はまだ行けないんだろうな、多分。これを閉ざされてるな。じゃあ向こうに行くしかねえんだ。はぁ、あ、これあれだな。多分進む、あー、なるほど。なんとなくわかった。こういうのが何個も、ん?あ、こう行くの。え?こっちは行けない。え?こっち?
降りれる。あ、落ちれた。んで、待てよ。これは前に進めるんだもんな。一回進んでみよう。で、行って、横に行くと。あ、なるほどな。うん。でか、なるほどな。これ乗る場所によって、行けるか行けないかってのがあるんだな。なるほど。あ、これ面白いかもしれん。じゃあ、こっちに乗れば行けるんだな。こっち乗って前行って、こう行って行けば、まあ、最初は簡単だよな。なるほどな。うん。乗る場所間違えたら、変なとこ行っちゃうやつですね。オッケー。で、なんとなく矢印っぽく書いてるもんな、これ。また広くなったね。どっから行きゃいいんだい？あー、4つ乗る方向がある。うん、これは？知恵と意志あるものにのみ授けられる3つの言葉をまとめ。あ、これ全部に行かないといけない。1回乗ってみよう。よいしょ。あ、これは右に行きす。どこ？これはどこ？あとなんか、宝箱ない？これ。宝箱。死ぬ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 。なんもねえな。ダメか。痛い。ダメだ。待て。ああ、やばい。ああ、怖い。じゃあ、こっちはダメだね。ここは落ちるもんね。こっちは。いける。じゃあ、外れ1個じゃね？これ、外れ、ああ、なかった。これ、外れを引いてしまったのか、すぐに。うん、こっちは行っちゃうと多分落ちるな。これは？トム。リドル。これは？どこ行ける？ほい。あ、嫌だ。トム。なんか刻まれてる。ユーモもトム。なんだ？あそこに行くためにはどこから行ける？こっちか。あ、これぽいな。あ、いける。あ、いけた。あ、これ全部いけたじゃん。トム、ユーを。ワレジ。これを？これいけんじゃね？あ、いけんじゃね？あ、行っちゃったよ。え、で、ここを開けるには、さっきの言葉を、いや、いいと。む。これでいいんじゃない？あ、自由を。あれ？我、自由を求むじゃない？あれ？ここで言うんじゃないの？ここか！ここで言うんだったんだね。もう、はい。できたー！楽勝やん。一回落ちたけどね。その後はなんか成り行きでできたわ。オッケー。うん。で、扉の中に入る。あれ？戦うの？こっち地下一回行けるね。まあ、行くか。行くか。うん、戦おう。